ジュール・ポール・バンジャマン・ドゥルセールジュール・ポール・バンジャマン、ドゥルセールは、フランスの銀行家、博物学者である。リヨンに生まれた。父親はフランスで、最初の火災保険会社や、割引銀行の設立者のエティエンヌ・ドゥルセールである。フランス革命の間はイギリスを旅行中であったが、急いで帰国し、1790年に国民防衛軍に参加し、砲兵隊の将校となった。 父親は自分の銀行の管理に託すために1795年に金銭を使って退役させた。精力的に実業分野で活動し、1801年にパッシ,シーに最初の麺工場を設立し、1802年にジャンバティスト・ケルウエルが開発したビートから製造する佐藤工場を設立した。これらの功績で男爵になり、長年議員も務めた。 自然活動や社会活動もいった。1818 18年に労働社会級に貯蓄を奨励する貯蓄銀行を創設し、これは後にケスデパーンニューグループとなった。植物学、海類学の分野で熱心な収集や記載を行い、3万冊の植物のライブラリーを作った。1845年にその目録を出版した。他に著書として、 貯蓄と年金の公用、幸福への指針、ラマルクの記述による貝類コレクションなどがある。ヤシカの種キャラマスディーレサーシャネスベックなどに懸命されている。ドラスは植物の学名で命名者を示す場合にジュール・ポール・バンジャマン・ドゥルセールを示すのに使われる。ありがとうございます。